はい、皆さんこんにちは。今日のね、サムチャンネルですけど、ちょっと前回の投稿からね、若干間が空きましたけど、東京オートサロンに行くっていうのを自走で行くっていうプランでね、今回行きました。で、まあ、それのね、道中ですね、と、まあ、あと帰りっていうところの動画になってます。で、前回が、まあ、静岡県まで行って、まあ、そこでね、RCF を納車したお客さんのとこですね、まあ、そちらで会った後に、まあね、宿泊して、そして、その次の日の話になってます。で、こちらですけど、今、箱根ですね。箱根のね、ターンパイクですかね。そちらの方に向かってます。まあ、車乗りとしてはね、やっぱりこう、車の聖地っぽいようなとこに行きたいなっていうのもあったんで、今回はこちらの箱根ターンパイクの方にね、向かってます。で、今回はですね、まあ、気候としてはものすごくあったかい気候なんですよね。ほんと4月並みの気温になってるんじゃないかな、多分この時は。で、ね、この前なんか最強寒波が来てね、なんかどえらいことになってましたけど、そういったタイミングにここに通ってたら、めっちゃ雪があったかもしれないし、まあそれこそね、行きと帰りの道中のタイミングでそれにね、出くわしてたら、20時間ぐらい高速道路の上で足止め食らってたっていう可能性もね、あるかもしれないですよね。っていうところなんで、とりあえずはね、まあこういった感じで今、箱根のね、ターンパイクを目指してね、向かってます。で、こちら箱根ターンパイクのね、まあ、展望ですね。展望台みたいなとこですかね。で、まあ、こうやって見ると、富士山もね、よく見えると。どうですか、この景色ね。絶景ですね。まあ、非常にね、いい景色です。で、またね、なんかこう、しっかりとね、富士山も見えるっていうところで、霞んでたりとかね、してないっていうところで、まあ、非常に恵まれた環境で来れたんじゃないのかなっていうところ。意外にね、やっぱり観光客っぽい人が多いですね。まあ、日曜日とかに来るとね、もっと多かったのかもしれないです。で、こちらのね、ちょっと中の方をね、見ていきますけど、やっぱり車絡みっていうだけ、車はまあバイクもそうですね。まあそういったね、乗り物絡みっていうだけあって、まあ飲食コーナー以外にも、やっぱりこういったバイクであったり、ね、こういったヘルメットとか、まあいろんな用品関係が売ってたりとか、まあ車のね、ガチャガチャみたいなのがいっぱいあったりとか、あとこちらがなんか BBS とか、まあその辺ですかね、が展示されてるみたいな感じにもなってるっていうところなんで、まあやっぱりね、こう車好きとしては、まあ行きたいようなところではないのかなっていう、景色も良かったし、まあいいドライビングコースじゃないのかなっていうふうにはね、思いますね。で、今ね、岩田ですね、アネスト岩田の方がね、ここの名前を持ってるみたいなんで、まあやっぱりガンとか、そういったのがね、飾ってるようなね、感じになってます。で、今度さっきと違って、この展望台の上の方からね、この撮ってるんで、まあ、そこから見るとね、またよくこう山の景色とかも見えるんじゃないかなと。で、このね、なんか有料っぽい建物っていうかね、まあ料金所みたいなのがあるんですけど、そこで、通り抜けていくと、この道を通っていくとですね、ここがよく言う箱根ターンパイクっていうんですかね。で、こちらがね、よくテレビ関係の車絡みのテレビっていうんですかね、まあ、そういったののロケとかがよく行われてたりとか、まあイニシャル D なんかでもね、この辺もまあ舞台にもなってたんじゃないのかなっていうとこ。まあ実際ね、こうのんびり走ってみて、まあ景色もいいし、ね、ただね、やっぱり下りで勾配もあるしみたいなね、こんな感じでね、なんかね、エンジンブレーキ使えとかね、ブレーキはね、踏まずにエンブレを使えとかね、そういったのも書いてるし、道路脇なんかは、ブレーキがダメになった車用のこういったね、左側に坂道があるんですけど、まあ、そこで止めるっていうとこ。ただね、これめちゃくちゃね、なんかうねってたり、ボコボコだったりとかするんで、もうそこに入るイコール最終腹下ボコボコになるのかなっていうのはね、あるかもしんないですね。まあやっぱりね、こう気持ちいいとこですね。で、実際来て、まあめっちゃ台数はいなかったですけど、何台かはすれ違ったかなっていうとこで、走りっぽい車だと GR ヤリスみたいなのがね、2台ぐらい連なって走ってたかなっていうとこでした。で、この右側のガードレールのある部分ですけど、ここがよくね、GT プラスとかのロケでね、おなじみの場所っていうんですかね、まあ、そちらの方になってます。で、ここでね、よくなんか愛車紹介コーナー的なやつとかやってるんじゃないかなと思うんですけどね、まあもうあのテレビもね、終わっちゃったんですけどね。で、ここをね、よく見るとやっぱりこの景色で、ちょうどここから出てね、遡っていくみたいなシーンがよく見かける場所じゃないのかなというふうにはね、思ってます。あとはもうどんどん下っていくと、で、下っていって下り着くとまた料金所があって、こちらはね、入り口で払うんじゃなくて、出口だけで払っていくスタイル。下りから出るとき、まあ、上りなら上りから出るときで払っていくみたいな、まあ、そういった感じに、ね、なってます。で、まあ、テレビのね、ロケなんかも、なんか、カーグラフィックテレビとかですかね、TV っていうかね、あの辺とかが、なんか、早朝とかにね、なんかやってるみたいな話を人から聞きましたけどね。で、こちら下り切ったら、まあ、料金所ですね。こちらの料金所で、料金を支払って、
そしてね、もうこのまま行くと、まあ U ターンすればまた走れるのかな、どうなんでしょうね。でこちら神奈川県にあるね、あのレトロ自販機がもうちょっとたくさんあるとこがあるんですけど、そちらの方に来ました。でこんな感じで、まあ昔懐かしのやつとか、まあテレビやらニュースやらにも出たね、ニュースとかでも出てましたよね、なんかあのボタンのとこぶっ壊した人がいるみたいなね、なんかそういうのでも出たおなじみの場所とは思うんですけど、まあ、こういった感じで懐かしいね、あのうどんとかそば、カレーとかね、あのハンバーガーとか、まあそういう懐かしの自販機がたくさんあるっていうとこ。やっぱりね、 YouTube とかでも見てたら結構いろんな YouTuber の方とかね、やっぱここを訪れてたりとか、実際来てたらね、なんか YouTuber みたいな人がね、いましたね。2組ぐらいね、なんかいて撮影してましたね。まあそんな感じでね、まあ賑わってる場所なんで、まあ実際ね、まあいろいろ食べましたね。うどんとか、ハンバーガーとかね、食べましたけど、カレーも食べましたね。で、食べてみたんですけど、もううどんとかはうまいかって言われると、まあ正直そうでもないかなっていうとこ。まあ、こういうとこに来たんで、まあせっかくだから食べるんならありかなっていうぐらいな感じですね。だから思ったほどめっちゃうまいかっていうとそうではない。カレーはね、自販機がいくつかあるんですけど、あのボンカレーのね、あのカレーの自販機のやつで頼んだら、普通出したらね、あの普通にボンカレーがね出てきて、それを自分であの弁当のタッパーの中に入れるみたいな、そんな感じのイメージなんで、まあそれだったら違うカレーの自販機にねずればよかったのかなっていうのはねありました。でこういった感じでね、お菓子の自販機とかいろいろあります。でまずね、このハンバーガー、これあのニュースでも多分出たハンバーガーの自販機ですね。でこちらの方にね、もうお金を先にね入れて、まあお金先に入れるのは普通ですけどね、入れたらもうお釣りがそのまま出てくるんですよ、なぜか。であとはここのねハンバーガーのボタンを押してっていう感じでね、で1分ぐらいこう加熱したら出てくる、結構ね熱々で出てきました。でもう中身はね、まあどうなんでしょうね、まあ食ってハンバーガーは普通ですね。まあ、まずくもなく。まあ、うまいのかっていうと、まあ、普通かなっていう感じ。まあ、よくあるあの100円バーガーみたいなぐらいのハンバーガーって思ってもらったらいいのかな。どうなんでしょうね。で、こっちがうどんとそばがあったんでね、うどんにしたんですけど、まずね、あの汁がね、超タプタプな感じで出てくるんで、この撮影しながらね、あのうどんを取るっていうのが非常に至難の技でね、こうもう出しながらね、あのつゆがめっちゃ手にザブザブかかるみたいなそんな感じでしたね。ね、めっちゃ熱かったです。でね、これね、最初に食べてみたらとりあえず薄かったんで、こういう風にね混ぜるんですよね。混ぜることで、あの下にね、あの沈んでるつゆが混ざって、で味が濃くなると。でも食べてみたら、じゃあめっちゃうまいかっていうと、そうでもなかったです。だからまあこういうとこに来たから、まあせっかくだから食べるかっていうぐらいのノリならね、全然いいんじゃないかなと思うんですけどね。でカレーはね、自販機がいくつかあって、この自販機がそのボンカレーなんですけど、普通にボンカレーがそのまま出てくるっていうやつ。他のカレーのやつだと、中でなんか機械でね、あのレトルトパックを切って、そのね、お皿にも盛るっていうのがあると思うんですけど、そっちの方にしとけばよかったんですけどね、ちょっと調べが足りなかったですね。だからこういった感じで開けるとね、こういう風にボンカレーが普通に入ってて、まあ、あったかいのはあったかいです。ご飯もあったかいです。だからそこにまあかけて食べるっていうとこ。まあでもね、まあボンカレー自体が普段食べないんでですね、レトルトのカレー自体もあんまり食べないですけど、食べるとしてもボンカレーをわざわざ買って食べるっていうのは最近やってなかったんで、まあ久しぶりに食ったから、まあね、まあまあ良かったかなっていうとこですね。でまあコーラはね、味は普通にコーラ変わんないんですけど、まあ久しぶりにこういったね、なんかこう瓶、まあ行くとこに行けばまだ瓶系はまだありますけどね、まあせっかくなんでっていうところで、このまたここでね、あの線を抜くっていうのが懐かしいかなっていうとこです。で今度こちらですね、幕張の方にね、今から移動していくっていうところになってます。まあですんでね、こういった感じで、まあ静岡からね、で箱根を越えて、でさっきの自販機のとこ行って幕張に行くっていう感じです。で高速道路の方をね通って、そしてね、あのまあこちらですね、幕張の近所まで来ました。もう東京の方のね、高速はもう車線が多いし、なんかいろんなとこは入り組んでて、もう正直よくわかんないと。まあ、ナビがあるからまあたどり着くんですけど、なかったらしんどいなみたいな。でこちらがね、ホテル、アパホテルなんですよね。アパホテルっていうのに泊まるのがね、初めてでしたけど、まあここのね、駐車場はもうほぼ関係者だろうなっていうのがわかるぐらい、今回はやっぱりイベントの準備日になるんですね、今こう来てるのが。まあ、ですんでね、車も結構ハイエースみたいな車ばっかしですよね。まあ、そういったのだったりとか、まあ、あとプロボックスとか、まあ、あと普通にね、
カスタマイズしたような車とかも結構止まってましたね。なんでほとんどがイベントの関係者じゃないかなと。でここでチェックインをするんですけど、朝ごはんをね食べるときに、朝ごはんのときにもうあのオートサロンのあのなんていうんですかね、まあ 出店する人たちってあのプレートを首からぶら下げてる人ばっかしだったんで、ほとんどがね、まあ、そういったイベント関係者っていうねとこだったんじゃないのかなっていうふうに思います。でホテルのねチェックインですね。ねホテルの中がどんな感じかっていうのを見ていくんですけど、まあねホテルの中はとりあえずねひたすら狭いという感じでした。でちょっとねこう動画でわかるかわかんないんですけど、とりあえず狭いです。まあアパホテルはそんな感じなのかがわかんないし、まあここのね立地を考えればね、まあ、安く泊まれる分狭いのも仕方がないのかなっていうとこかもしれないですね。ホテルの中のねここでねイタリアンみたいなとこがあったんで食事をとるんですけど、まあ美味しいかって言われるとそうではなかったかなと。でこちらね東京オートサロンですね。こちらはね本編の方をご覧いただければと思いますので、そちらの方をねご覧いただければと思います。であとねこちらのねオートサロンが終わったら、そこから今度移動です。横浜にねホテルを取ってるんで、そちらの方に行くと。そしてついでに、まあ、大黒 PA ですね、大黒パーキングの方に行くと。やっぱりね、前回も東京来た時行きましたけど、今回もね行ったらまあいろいろいるのかなって思いましたけど、これ金曜日の夜なんで、まあ、全くいないことはなかったです。それなりにはいたんですけど、多分ね土曜日とかだったらめちゃくちゃすごいことになってるのかなっていうとこですね。まあですんでね、一応ちょっとこうちらっと歩いてね見て回りました。でまあ見た感じで言うとね、なんか GTR とね、なんか35 GTR と MarkX はなんか集団がいましたね、なんかこうグループみたいなのが、まあ、あとはちらほらスポーツカーがちらほらといるみたいな感じ。まあやっぱりねこんな感じで車好きがこう集まるっていうところでね、こういう都会はね羨ましいですね。こういった集まり場所もあってっていうところですよね。でそしてね大黒を後にして、でこちら横浜のねホテルの方ですね、こちらの方にまあチェックインをすると。近所にねあの動くガンダムですね、あちらがあるところがあるんですけど、まあそこの近所かなっていうところで、去年もね東京来てガンダム見るっていう流れをしたんで、まあ、そのホテルにも泊まったんですけどね、ここのホテルではないところなんですけどね、まあ前回泊まったホテルの方がホテルとしての質は上だったかなっていうところですね。こっちのはちょっとなんかまあ古さを感じるんですけど、部屋はね広かったです。なんでこれぐらいゆったり使えるとね、こういろいろ荷物を広げたりとか、まあね物を置くところっていうのはね十分確保できるんじゃないかなと。よくわからないこのスペースもあるぐらいね、まあ、無駄に部屋のスペースはありました。で中華街ですね、そちらの方にね繰り出して、まあとりあえず夜ご飯の方をね食べようかなと。で天気がねちょっとこう崩れてきだしたみたいな感じです。まあ一応雨降って止んだ後だったんでまだ良かったんですけどね。で一応ねこの小籠包ねのお店に来て焼き小籠包を食べて、でこの辺の通りがねなんか占いみたいな感じ、手相とかの占いとかいろいろあるんですけど、占いいかがですかっていうねなんか客引きみたいな感じでね、まあ日本人じゃなさそうな人やったりとかまあ言ったりしてるんですけど、なんか占いを客引きですると、なんかこうなんていうんですかね、当たるのかなみたいな、ちょっとよくわかんないですけどね、なんかそんな雰囲気が出ます。で中華料理屋さんですね、こちらめっちゃ量が多くてね、ちょっと調子に乗って頼みすぎたんでちょっとね食うのが大変でしたね。で翌朝はね神戸まで移動と。でここからね海老名の SA にちょっと寄るんですよね、ここは大きいからですね。でこの日はねもう移動日なんですよね、あの横浜から神戸の移動なんで、もう移動するだけでもねもう夕方になっちゃうぐらいの勢いで移動しました。でこちらのねサービスエリアやっぱりね大きいだけあってね、とりあえず人ごみがやばかったですね。もう人多すぎだろみたいな感じで、まあ大きいとこなんでしょうがないんでしょうかね、人すごかったですね。でとりあえずね、まあお土産もここに来ればいろんなの揃ってるんで、まあこっちの方のお土産はある程度こっちで買い漁るみたいな感じで買いましたね。でこっちの方にね来た時に、そのまあ今寄ったね場所であったお土産で、なんかね皇居って書いたモナカがあるんですよね。それがねめちゃくちゃうまいですよ。去年もね、まあ、違うところの場所で買ったんですけど美味しかったんですけど、今回はねこちらで買ったんですけど、まあ、めちゃくちゃ美味しかったですねそれが。で今度はですねこちら静岡ですね、こちらの方に来ました。でここでねちょっと昼ご飯を食べて、で中になんかあのガンダムのなんかこうねテナントみたいなのがありましたね。で雨の方もね、まあ、じゃんじゃん降ってくるみたいな感じになりました。まあ、本当ね移動日に雨が勝ち合ったことでね、まあ、別にそうストレスもなく、まあ、運転するにはちょっと視界が若干悪いかなっていうのはねありますけど、
まあこれがね、外を歩いて回る日に雨が降るよりはね、全然いいですもんね。でまああとはね、こう移動しながらまたいろんなね、サービスエリア、パーキングを寄っていくみたいな感じです。まあでここも定番のね、まあ、鈴鹿ね、登っていく時にも寄りましたね。まあ夜中でしたけど、で次は明るい時間の鈴鹿に寄りました。でね、ここでだいたいお土産でね、いつもタイヤカスサキイカっていうのがあるんですけど、それを買うんですけどね、今回はねなかったんですね。置いてなかったですね。でまあこちらのねお店の方なんですけど、まあ、こういった車絡みのね、なんかいろんなものがね売ってるんですよね。でここにねタイヤカスサキイカっていうのがあるんですね。サキイカが、まあ、イカスミかなんかでまあ黒くしてて、サーキットに落ちてるタイヤカスっぽく仕上げてるんですよね。でそれをまあ毎回買ってたんですけど、まあ、今回ここに来たら今回はないなみたいな感じだったんで、周り見たけど置いてなかったんでですね、まあ、販売自体をやめたのかたまたまなかったのかどっちなんだろうって思いながら、まあ、とりあえずはだから今回はこちらも見るだけで終わったみたいなね感じですけどね。でね、このままねまたさらに進んでいくっていう流れになります。でまあね、こう移動がやっぱりこう1日がかりで寄るんで、まあ燃料もそうですしね、トイレ休憩もそうですし、まあ、ちょこちょこ寄ったりっていうのはあります。で神戸の方に入ってきて、まあもう夜です ね朝のうちに出たんですけど、やっぱりこう移動しながらするともうこんなね暗くなる時間になっちゃうみたいなね感じで、あなかなかね道のりがね遠かったです。でもね、天気がね本当雨ぐらいだったんでよかったんですけど、今回みたいにね最強寒波でね、なんかこう真っ白になるぐらいになるとね、ここは通れないかもう大渋滞かね、もう立ち往生かみたいな感じになってたんじゃないかなって思うんで、まあ、気候としては良かったのかなと。ただ昼間がねやっぱ20度ぐらいになるぐらいなんで、夜もねちょっと寒いんですけど暑いんですよね。全然その普通の冬と比べるとね。でホテルによっては窓ガラスがねはめ殺しのとこで、エアコンが一括管理されてるとね暑くて寝れないみたいなね。だから一括管理されてても窓が開けば開けて冷やすことができるので、それができないからっていう部屋は結構しんどかったですね。でここのホテルはね部屋のねベッドがねでかかったですね。だからまあね悪くはなかったですね。で朝食とかもねなかなか美味しかったです。で夜の景色はこのような感じで、ここ窓が開くんですけど、下になんかねこう高速か都市高みたいなのが通ってるんで、開けるとね車の音超うるさいみたいなね感じで、それはそれ閉めるとねそうでもないですけどね。だからこの辺はちょっといいのか悪いのかっていうところですけどね。エアコンがね一括管理じゃなければいいんですけどね。でそのままね今度夜ご飯を食べにね外にちょっと繰り出していきました。で今回はねこちら串カツの方をね食べましたけど、なんかめっちゃ店員さんがねすれてる感じのね店員さんが出てきたっすね。でそっから翌朝移動ですね。で今度は神戸からね広島の方ですね。でこちら広島のホテルの方に着きました。なんか若干ホテル紹介動画っぽくもなってますけどね、まあ、ここのホテルはまあね意外にこうなんですか、小綺麗にしてる感じのとこですね。ベッドとかはまあめっちゃ大きかってそうでもないっていう感じですけどね。でまあ外を見た景色はこのような感じですね。で今回はねだから移動距離が短かったんで、まあ、それなりにはね何時ぐらいですかね、多分3時4時ぐらいにはこちらに着いたと思うんですけどね。でも明るい時間のうちに今度はご飯を食べに行くと。でこちらですね、やっぱりこう広島に来たらお好み焼きみたいな、まあこちらのねお好み焼き屋さん、まあ観光客がね行く大きいとこで、まあ別にまずいわけでもないんですけどね、まあ地元の人だったらねなんか隠れ名店みたいなの知ってるのかもしれないですね。でこちらでお好み焼きを食べて、でこっからさらにねちょっとこう街中の方に入っていって、まあ飲み屋街っていうかね。で広島って言ったらね個人的にはあとはなつけ麺があるんですね、辛いつけ麺で、これをねここカラカラ亭って言うんですけど、よくサービスエリアとかパーキングでもお土産で売ってるんでこれ買って帰るんですけど、でここを普通に食べて帰るっていうところでね、ただお好み焼き食べた後だったらちょっと苦しかったですね。でさらにねちょっとこう歩いてみて、この建物ですね、キリンと朝日の、これなんか広島に来たらなんかここっていう感じのね、個人的にはそういったイメージがあります。でここでねまた次翌朝ですね、今度は移動して、今度はね近所のマツダですね、マツダの本社マツダミュージアムにね行きます。でここはもう予約しとかないといけないんですけど、土日、まあ土曜日はやってたりもする時もあるみたいな話らしいんですけど、日曜日やってないんで平日じゃないと見れないんでね、まあそれで見れるような感じで組み込んだと。で本社下のここ展示してるようなところなんですけど、
CX60 がね、想像以上にいい車でびっくりしました。で、こちらはね、こっからさっきの展示のとこからバスに乗って、工場の敷地の中にあるまた展示室があるんですよね。で、こちらの方、やっぱロードスターにはね、やっぱみんな群がりますね。で、ミュージアム内はこのような感じで、まあ、案内のお姉さんがね、なんかこう話しながら、いろんな車をね、紹介していくっていう感じで、ね、こういう風になってます。で、ここにね、ビジョンとか置いてるんですけど、ここまでのさっきの写真のとこからここまでの間に工場のラインがあるんですね。そこちょっと動画とか撮影が NG なんで撮れないんですね。そのね、場所があってからことをまたね、さらに進んでいくとこういった展示をしていると。この辺の車とかがね、出たらね、面白いんじゃないかなって思うんですけどね、出さないのかな、どうなんでしょうね。こういったこう、スーパーカーっぽいようなね、車がもっともっと増えてくれると、個人的にはね、嬉しいなっていうのはあるんですけどね。車はやっぱりかっこいいかなって思いますけどね。で、こういった感じで、まあ、あと展示しているのを見たら、まあ、大体終わりかなっていうところですね。まあ、コース的には大体2時間ぐらいですかね。それぐらい回るみたいな。あとは中になんか売店みたいなのもあって、なんかロードスターの絵が載ったなんかお茶とか、そんなの売ってましたね。で、最後、ここまたね、広島の帰りに、宮島ですね。まあ、大体ここもね、まあ、行きも帰りも夜定番スポットですけど、ここで最終の、まあ、お土産ですね。広島のね、お土産だとおすすめはね、メイプルモミジっていうのがあるんですよね。これもうめちゃくちゃうまいんでね、絶品なんでおすすめですね。もみじまんじゅうとかはね、やっぱ皆さんも広島に行った人、行った時のお土産とかね、そういったのでもらうこともあるんじゃないかと思うんですけど、メイプルモミジめちゃくちゃうまいんでおすすめなんでね、ぜひっていうところで、ね、で、こんな感じでね、景色を見て、まあ最後はどんどん帰っていくっていうところのね、流れです。はい、皆さんね、今日のサムチャンネルいかがでしたかね。こちら山口関門海峡ですね。今から九州の方に入っていきます。で、まあね、期間としては約1週間の移動っていうところでね、まあ車で今回行きましたけど非常に楽しかったですね。まあ時期が冬じゃなければハイエースとかで行って車中泊をすることで、また宿代をね、抑えるっていうこともできるんじゃないかと思いますね。今回ホテル代だけでもね、やっぱり10万ぐらい使ったかなっていうところはありました。で、走行距離ですね、今回の移動にかかった走行距離は 2595.3km、まあ、2595キロですね、まあ、走ってると。で、こちらね、まあ、最小的に満タン砲でやった燃費は 16.4 ですね、リッター 16.4 で、ガソリンでいうとね、158リッター、まあ、そちらの方をね、使ってるっていう感じに、ね、なります。で、まあ、あと高速代ですね。なんで、まあ、移動費っていうと、まあ、めっちゃ高いかっていうと、まあ、高速代がちょこちょこ降りたりしたんですけど、ノンストップで行けばもっと割安になるのかなっていうところですけどね。まあ、せっかくなら飛行機とかで行って帰ってくるよりは、行きながらいろんなとこ行くっていうのをね、やってみたかったと。だから、もうちょっとね、まあ、時期が冬じゃなければ、内陸の方に行くとか、まあ、そういったこともね、できたらいいのかなっていうふうには思ってますね。まあ、それではね、今回はね、スイフトで行く2600キロ往復の旅っていうとこでした。それではまた次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。